日本茨城県つくば市桜白河市通り桜通り写真右側にカエルの像がある。このようなカエル像が桜地区の各地に置かれている。反町の森公園桜は茨城県つくば市の地名。1丁目から3丁目まである。人口は1800人。郵便番号は305-0003。つくば市東部に位置し、 つくば研究学園都市周辺開発地区に位置する。全域が桜芝崎と地区画整理事業として、開発されたつくばテクノパーク桜となっており、研究学園地区に近接する。つくば大学の東、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、つくば駅から約3 5トルの位置にある、開発事業区域であり、総面積は65.7ヘクタール。 食樹近接を目指した町であるため、地域内にはアパートやマンションが多く、8つの工業系企業が立地する。また、地域内の工業用地は25.24ヘクタールで、筑波市内にある8つの工業団地の中で、総面積に占める工業用地の割合が最も低い。3丁目に、物質、材料研究機構桜地区、日本新薬東部創薬研究所がある。 東は上野、西、南は柴崎、北は上野、栗原と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、桜2丁目32番8の地点で75,100円、平方メートルとなっている。1987年10月5日、おおむね農村地帯であった、当時の新張郡桜村大技柴崎につくば、 テクノパーク桜を建設する都市計画事業が決定したことで開発が始まり、つくば市発足後の1989年10月31日に寄港式を挙行。桜芝崎土地区画整理事業として実施された開発は1997年に完了した。テクノパーク桜の計画人口は3400人であり、 国勢調査によると1995年には485人であった人口が2000年には2034人に達し319.4%もの増加率を示した2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる以下の系統が運行されている 日本新薬東部創薬研究所、茨城営業所1丁目2丁目3丁目、ありがとうございます。